86号では前の号に引き続き甲板右舷に手すりを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に84号で穴を開けた後部甲板両舷に76号で付属したパーツ02の動作機を2個それぞれ接着します。次に85号もしくは今回付属した手すりのパーツ06をナイフでカットします。カットした手すりを後部上甲板の形状に合うように指で少しずつ曲げて84号で甲板に開けた穴に差し込み、裏側から瞬間接着剤をつけて固定します。次にパーツ01の手すりを切り離し、怒り甲板の右舷の形状に合わせて指で少しずつ曲げ穴に差し込み、ここも裏側から瞬間接着剤をつけて固定します。続けてパーツ02の手すりを切り離し、最上甲板の右舷にあるくぼみにはめ込み、ようじを使って瞬間接着剤をつけて固定します。この時手すりが甲板の外側にはみ出ないように注意してください。最後にパーツ03の4箇所をナイフなどで切り取り、甲板の形状に合わせて指で少しずつ曲げて甲板中央部のくぼみにはめ込み、瞬間接着剤をつけて固定します。ここは甲板に段差があるので手すりが甲板から浮いたり外側にはみ出さないように注意してください。これで86号の作業は終了です。